こんにちは、みのりです。はい、今回は和歌山のトルトル市場に来てます。はい、ということで今から早速トルトル市場で食材を買ってバーベキューステーキで食べたいと思います。それでは、ミレーをミレー。
みかんサブレとかも売ってます。で、こっち側にはじゃーん、みかんジュースとか早速みかんバターだって。はい、有田みかんのお店に来ました。じゃーん、こんな感じで飲むみかん、みかんジュース、ただ飲む。あと、お漬物屋さんとか梅干し屋さんとかあります。いろんなものが揃ってます。みかんゼリー売ってます。ここが、うん、梅に肉、なんか梅の匂いがする。蜂蜜漬けとかもあります。お、見て、ダイヤモンド梅、特上だって、特上特製梅パン、かわいい。マジでいろんなもの売ってるじゃん。楽しいですね。見て、かわいい。ここ白浜プリンのパンダ、かわいい、めっちゃかわいい。結構行列できてます。人気です。ここはお酒、クラゲとかキムチとかね、売ってます。マルテン、おー、練り物ですね。トルトル横丁の浅草丼です。ここには食べるところがあります。ここは踊りだこ、ここだけから足が出てます。すごい。ここはうんこ屋です。唐揚げが売ってます。ちょっと父とというお店です。はい、今からお土産を見ていきたいと思います。ハンドタオル、コイン、イニシャルが入ったタオルがあります。こんな感じで写真撮ってます。かわいいです。すごい、なんか収納が出てる。これレンジ、カゴになってる。これ美味しいやつだね。みんなのお絵かけ、楽しそう。おすすめナンバー3、パンダサブレ、パンダのプニ、パンダの肉球のキャラメルケーキだそうです。ブラウニー、めっちゃ美味しそう。これかわいい。はい、今外に出てきたんですけど、じゃーん、外にもこんだけお店があります。じゃあ一つずつ回ってきましょう。クリームが売ってます。岡山みかんソフトとか売ってます。みんな岡山のみかんソフト食べてる。ここはマルゲリータ、かまぼこ、マルテン、あ、ここに椅子もあります。あ、焼きおみ、みかん屋、え、クレープある。そのまんまなんだけど、見てください。すごい、ある。こんな感じでたくさんあります。しかもここには丸々みかんが売ってます。はい、ということで、ここで何かデザートを食べたいと思います。じゃーん、モンブランクレープです。これがいっぱい乗ってて、すごいもちもちしてる。トルトル市場すごい楽しかったです。また来たいと思います。はい、今白良浜に来ました。ということで、今から散歩したいと思います。砂が真っ白です。海もめっちゃ綺麗だね。今日天気いいからいいですね。見て、真っ白で、めっちゃ綺麗。砂がすごい柔らかい。
バトンタッチ。これ水跳ねないようにするか。見て、綺麗。走る。走るよ。ちょっと待って。見て、私の足跡。夕日も綺麗に見える感じしますね、ここ。あ、ちょっ。足。あ、ウォーキング。見て。気持ちいい。砂が白いからすごい綺麗です。楽しそう。よーい、スタート。やばい。なんか走ったよ、ここ。遊びました。もう日が落ちるまで遊びました。でもう服もびしょびしょです、はい、で今足